おはようございます。ジアンズの磯貝です。本日もお知らせからです。僕のバンドジアンズのニューアルバムヒアインが4月21日にリリースされます。レーベルウォッファー発足第1弾の作品となっております。タワレコさん、アマゾンさん、 HMV さん、ツタヤさんなど各社ネット予約開始しておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。早いものでついに来週リリースとなりました。こういうご時世なのでね、店舗での購入よりももしかするとオンライン購入の方が多いんでしょうかね。どうなんだろう。事前予約をしてくださった皆さん本当ありがとうございます。それとですね、システム移行中だった、バンドのオフィシャルウェブストアなんですが、昨日ですね、無事注文の締め切りをさせていただきました。注文してくださった皆さん本当ありがとうございます。手元に届くまでもう少しだけお待ちください。磯貝の語りなんですけども、このコンテンツ始めてなんやかんやこう30回以上配信を行ってるんですね。それで先日ですね、ちょっと自分の配信のプレイリストをですね、さらっとこう聞き返してみたんですね。ぼーっと。で、相変わらずその東北弁丸出しだなというのは言うまでもないわけなんですが、この配信はですね、そもそも僕が朝起きて、スマホのボイスメモに向かってこう一筆書きでこう語って、それをまあそのままアップロードしてるんですけど、なんていうの、その花粉症の時期の声の方が好きかもしれないです。花粉症の時期に配信してた声ですね、3月ぐらい。なんか朝皆さんね、通勤しながらなのか、化粧しながらなのか、ご飯を食べながらなのか、それぞれのねお時間を過ごされていて、こう流し聞きみたいな、ながら聞きみたいな感じで聞いていただいてると思うんですけども、朝っぱらからねこうハキハキとハイテンションで話されてもね、なんだかうっざしいんですよね。結局ね、その気持ちの良いトーンがあるんだろうなという、まあそういうことをですね、俯瞰して感じたわけです。今日も聞いてくれてありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。磯貝の語りではですね、磯貝に話してほしい話題をメールにて募集しております。そして僕のバンドジアンズの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックフォローお願いします。チャンネル登録もお願いします。それではまた。